マリア・ホセ・リエンダ・コントレラスは、スペイン・グラナダ出身のアルペンスキー選手。スペイン南部のアンダルシア地方にある、グラナダ出身である。グラナダ郊外には、シエラ・ネバダ山脈があり、この山脈にあるシエラ・ネバダスキー場は、ヨーロッパ最南端のスキー場である。父親が、シエラ・ネバダ山脈の基地で働くようになると、マリア・ホセ・リエンダは9歳の時にスキーを始めた。2002年には、 アメリカ合衆国のソルトレークシティで開催されたソルトレークシティオリンピックに出場し大回転で6位となったこの種目にはスペインからアナ・ガリンド・サントラリアとカロリーナ・ルイス・カスティージョも出場しているオリンピックの大回転における6位という成績は今日に至るまでスペイン人女性選手の最高位である2003年10月25日オーストリアの総伝で開催された ワールドカップでは初めて表彰台に上がった。2003から2004シーズンにはさらに2度表彰台に上っており、シーズン総合3位となった。2004から2005シーズン序盤には再び総伝でのワールドカップで3位となり、スイスのサンモリッツで開催されたワールドカップでも3位となった。2005年2月20日、スウェーデンのオーレで開催されたワールドカップで初優勝した。 スペイン人女性としては1992から1992シーズンにブランカ・フェルナンデス・オチョアが優勝して以来のことだった。2005年3月13日にはスイスのレンツ・ーハイデで開催されたワールドカップでも優勝した。2004から2005シーズンはワールドカップ2勝を記録し2シーズン連続でシーズン総合3位となった。2006年には イタリアのトリノで開催されたトリノオリンピックに出場し、開会式ではスペイン選手団の騎士を務めた。大回転では前回大会を下回る13位となった。この種目にはスペインからカロリーナ、ルイス・カスティー・ジョも出場している。ありがとうございます。